JNW をご視聴いただきありがとうございます。パーソナリティのたまこです。10月27日の深夜、とうとう次世代新幹線アルファ X の初試乗会が行われました。現在同区間を走る E5 系の最高時速は320キロですが、アルファ X の最高時速は400キロに及びます。今回行われた報道関係者向けの試乗では、最高速度382キロまで到達しました。実際の営業運転では、鉄輪式鉄道として世界最速となる360キロでの走行になるとのことで、多くのメディアがその驚異的な速度を伝えています。以前、シルバーの車体が初めて紹介された際には、ノーズと呼ばれる10号車の長さ22メートルにも及ぶ先頭形状が、今までの鉄道車両の常識を超えたものだったため、国内外から注目を集めていました。しかし今回は、試乗の様子が報道されたことで、やはり速度と安定性が話題の目玉となっています。映像には、時速380キロに到達したことを示す車内表示や、その際にテーブルに置かれたペットボトルが大きく動いたりしない様子が映されており、改めてその速さ、安定感、そしてそれを成し遂げた日本の技術力に海外からたくさんのコメントが殺到していました。早速その一部をご紹介しましょう。日本、偉大な革新はこの国から生まれるのだ。380キロとかもうクレイジーの域だね。一度は必ず新幹線に乗ってみたい。日本だけ別次元に行ってしまった。日本人はスピードってやつに魅了されすぎだろ。かっこいい。こんなの SF 映画の世界じゃん。380キロってありえなくない？時速380キロってこんなのもう兵器だろ。時速380キロ出ててペットボトルが倒れないとは。日本は在来線の車両ですら本当にすごいからね。時速360キロという世界最速の営業運転を目指しているのは、2030年度に予定されている北海道新幹線の札幌延伸を見越して、東京から札幌間の時間を短縮するためです。今回の試乗会では、時速320キロを超えても車内で問題なく会話ができるほど静かで、360キロを超えたあたりでわずかに揺れと騒音が増し、380キロに近づくとゴゴゴという風切り音や駆動音が響いていました。そして仙台駅から盛岡駅までは停車などを入れても約40分での到着となりました。この速度での運転は非常にインパクトの大きいものでしたが、実は JR 東日本が公開したプレスリリースには速度に関する記述はほとんどありません。アルファ X の開発コンセプトは4つあり、まず1つ目はさらなる安全性、安定性の追求、そして2つ目が快適性の向上、3つ目が環境性能の向上、そして4つ目はメンテナンスの革新が掲げられています。つまりは地震対策や耐雪・耐寒対策の強化、そして乗り心地の向上、さらに騒音低減や省エネが推進されており、メンテナンスの革新としては線路と車両の状態を常にモニタリングする装置が導入されています。特に安全性については、新潟県中越地震や東日本大震災での被害を教訓としており、地震対策に万全を期している様子。揺れが発生した場合には走行する列車をなるべく早く停車させ、脱線を防ぐ必要があるため、今までの機械ブレーキだけではなく空力抵抗板ユニットやリニア式減速度増加装置が導入され、ブレーキ距離を最短にしています。また地震によって車体が大きく揺れることを抑制するために、地震対策ダンパやクラッシャブルストッパが搭載されており、地震発生時の脱線を防止しています。 JR 発足から開発されてきた新幹線の試験車両は、航空機への対抗として高速にこだわり主な目標としてきました。しかし今回のアルファ X はそうした目標を明確には掲げていません。もちろん全く触れていないわけではなく、現在走行中の新幹線は騒音問題のクリアが難しく、
目標の時速360キロから現実的な320キロまで引き下げられたこともあり、次こそは実現するという意気込みから、アルファ X のこの速度が実現されたのです。ただ、今後は東北地方の人口減少やネット社会の進展による働き方の変化、自動車の自動運転技術の実用化などによって鉄道のニーズが低下することも考慮されており、JR 東日本にとっては鉄道を少ない労働力で支える仕組み作りが必要となってきています。そのために次世代新幹線には IoT や AI 等の活用も検討されています。 IoT を使うことで線路や車両の状態を指令室にリアルタイムで伝えるシステム、そして車両の異常やその予兆を把握するシステムが導入されていますし、 AI の活用により今後は自動運転の実現を目指して研究開発を行う予定です。こうした新たな試みは今後新幹線の安全性をさらに高めていくことになるでしょう。時速360キロの実現や世界最速といったフレーズはインパクトが強く魅力的で話題にもなりやすいため、メディアが積極的に取り上げますが、一見地味に思える安全性や経営基盤の維持といったことにも多大な努力が費やされているのです。日本の鉄道については各国で頻繁に話題になっていますが、その理由として速さや快適性はもちろん、安全性への絶大なる信頼も大きな一因となっているでしょう。今回のニュースにも海外から驚きや称賛など様々な声が寄せられていました。さらにコメントをご紹介していきましょう。海外の反応。僕は新幹線に乗るのが大好きで大好きで仕方ないんだ。またいつかの時点で日本に戻るつもりでいるけど、その日が今から待ちきれないよ。本当に見事だと思う。しかも日本の高速鉄道は未だに事故が起きていない。速度と同じぐらい安全性も重視されてるんだ。今まで乗ったことがある鉄道の中でベストだった。車内が本当に綺麗で清潔なんだ。いつも一歩先を行くね。この高速列車はデザインの美しさが素晴らしい。新幹線はもはやエンターテインメントの域に達した。入国制限が解除されてまた日本に行くのが楽しみ。走行試験の段階でもう仕上がってるじゃないか。なんてこった。これはあらゆる基準で見ても速いし、 F1 の車よりはるかに速い。アメリカが世界で最も偉大な国だって言うなら、なぜにこういう鉄道が作れないのよ。トンネル微気圧波の影響をなるべく小さくするために鼻先があの独特のデザインになってるんだ。デザインに関する素晴らしい物語だよね。そう遠くないうちにスイスに輸出してもらおう。アメリカが未だに高速鉄道に着手できないのは自動車と航空業界のロビーのせいで間違いない。交通機関の面でアメリカは日本より100年遅れてる。その状況を自動車業界が求めてるから。また日本に差をつけられてしまった。悲しいけどそれは歴然とした事実だ。日本と比べたらベルギーなんてまだ鉄道の黎明期にいるようなもんだ。あの新幹線の花、俺の部屋より大きいんだが。日本は常に世界の最先端にいる。一方その頃イギリスは大金と1940年代の技術を使って新しい鉄道路線を作ろうとしているのであった。日本人の IQ はどうなっているんだろう。日本で暮らせていることをすごく誇りに思います。アメリカは後進国ですわ。しかもますますその傾向は強くなっていってる。新幹線でヘルシンキから地元の街がつながればな。なんで日本は俺たちよりかなり先にいるんだ。俺の国もいつかはこの域に到達できるのかなってふと疑問に思ってしまったよ。なんて美しい鉄道車両なんだろうか。これこそが進歩なんだよ。残念ながらそれはいつも米国ではなく日本で起きる。急げ日本。中国はすでに最高速度400キロの自動機関可変の大陸横断列車を公開してるぞ。問題はこんなに早く走れる区間は非常に少ないし、その日最初の望みだけしかこんなに早く走れないということ。その他は光と小玉と同じスピード、時速270キロで走らなければならない。
速さはもちろん、特徴的なノーズについてやデザインの美しさ、清潔さ、そして安全性と様々なコメントが寄せられていました。世界一という言葉はもちろん嬉しいし、速さだけを追求するならばもっと上を目指すこともできるのでしょうが、個人的には日本の新幹線の安全性について触れられることが何よりも誇らしく思います。さて、海外の反応はいかがでしたでしょうか。よかったら皆さんの意見や感想もぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。